どうも、沼さんです。皆様おはようございます。今回ですね、真の仲間の第11話の感想ですね。こちら語っていきますんで、気軽に聞いていってください。というわけで、早速ですね、感想の方入っていこうと思うわけですが、まずは一つ目ですね、港での再会というところで、レッドがですね、 ゴドウィンの仕事に必要な道具を揃えにですね、港にやってきていたわけなんですが、まさかね、そこでダナンと再会することになるとは思わなかったなというところではありましたね。また、ダナンがですね、右腕をアスラデーモンの死産団に食いちぎられたんだっていう話をしていたわけなんですが、まあ、こう、片腕をなくしてもですね、 ピンピンしているっていうところがですねダナンもなかなかすごいなぁと思ったところではありますねそうまあでも片腕でね流れ着いてまあこう死んではいなかったっていうところも、まあ、ホッとしたところではありますねあとはレッドがですねゾルタンに居場所を見つけたっていう話をしていたわけなんですが まあ、ダナンがですね、しばらく滞在してみて、まあ、こう、実際、そういうところを見て、レッドを連れて戻るのかどうか、まあ、そういうところを考えるっていう話になっていたりするっていうところは、まあ、少しびっくりしたところではありましたね。まあ、とはいえ、その時のレッドとダナンの話をですね、まあ、こう、隣の席で、まあ、こう、テオドラと、 アルベールが横で聞いていたわけなんですが、まあこう、二人がですね、こう、レッドとダナンの話を聞いて、そこで何を思ったのかっていうところが、やっぱりこう、気になるところではありますね。まあ、そういうところで、まず一つ目の感想である、港での再会というところ、終わっておきます。でですね、次。 二つ目の感想に入っていくんですが、古代遺跡へというところで、レッドがですね、ルーティーのいる古代エルフの遺跡へと、まあ、こう大急ぎで向かっていたわけなんですが、まあ、こう、走って移動する時の速度だけであれば、まあ、レッドの方がダナンよりも速いっていうところで、まあ、ちょっと意外な感じではありましたね。 また、レッドがですね、遺跡に着く前に、リッドとティセの二人に追いついていたわけなんですが、まあ、そこでリッドから聞いたダナンはですね、まあ、偽物だっていうことが判明するっていうところで、まあね、そういうところは良かったなと思ったところではありますね。まあ、とはいえ、リッドにとって、まあこう、ダナンに化けていた資産団はですね、 師匠を殺した因縁のある相手だったりするんで、まあ、こう、リットが感情的になってしまうのは、やっぱりこう、仕方がないのかなっていう感じではありましたね。まあ、でもね、やっぱりこう、師匠の仇は仇ですからね。そう。まあ、それはそういう感情的なことにもなるよねっていうところではありました。まあ、それと、レッドがですね、古代遺跡を進んでいく中で、 まあ、勇者管理局っていう文字を見つけたりしていたわけなんですが、まあ、その勇者管理局っていうのが何を意味してるのかっていうところもね明らかになってほしいところではありますね、まあ、そういうところで二つ目の感想である古代遺跡へというところ終わっておきますでですね三つ目の感想に入っていくんですが アレスとルーティというところで古代エルフの遺跡を見つけたアレスがですね魔法でルーティとレッドを、まあ、こうおびき出すようなことをしていたわけなんですが、まあ、その後にですねルーティの怒りに触れたアレスがですね剣で刺されるっていうところが、まあ、やっぱりそうなるよねっていう感じではありましたね、まあ、そんなアレスがですね ルーティーのことを、まあ、こう、勇者としてしか見ていないっていうよりかは、まあ、それ以上にですね、こう、自分が、まあ、こう、認められるための道具くらいにしか思っていないっていうのはですね、なんていうか、こう、アレスの話を、まあ、聞いていて、まあ、こう、伝わってきたところではありますね。また、アレスがですね、レッドを魔法で吹き飛ばしたりしていたわけなんですが、 まあそういうところを見るとですね、ルーティーより弱くても、やっぱりこうアレスはですね、賢者って言われるだけはあってですね、人間の中ではかなり強い部類に入るんだなあっていうことがわかる感じではありましたね。まあ、それとアレスがですね、ラストのところで資産団に手を組まないかっていう風に提案されていたわけなんですが、 それをアレスがこう受けたのかどうかっていうところですね。まあ、これはやっぱり気になる部分だったりはしますね。まあ、こう手を組んだのであれば、まあ、こうそのまま資産団とアレスがルーティーとレッドに挑みかかってくるのかなっていう感じですよね。まあ、そういうところはやっぱり気になるなというところで、三つ目の感想である。アレスとルーティー。 とというところ終わっておきますすでですね最後にというパートに入っていくんですが今回はですねアレスやダナンたちもですねレッドのいるゾルタンにたどり着いていたわけなんですがアレスがですね資産団に案内されたレッドの家をですねこうナイフでズタズタに切りまあ、こう荒らしたりとかねしていたわけなんですが、まあ、これがバレたらどうなるのかな思います。 っていうところでハハラハラしているところではありま,す、ね、またラストで再会したダナンとテオドラがですね、まあ、一体どんな話をするのかなっていうところとかまだゾルタンに到着していないヤランドララですね、まあ、こう次回とか、まあ、こうその次とかで登場するのかなっていうところで注目しておきたいところではありますね。 それと次回はですね、資産団とアレスが手を組んで、ルーティーとレッドに戦いを挑んでくる、まあ、挑んでくる感じになるのか、そこもね、気になるところではあります。とりあえず次回の話で戦いがどうなるのか、今から楽しみだなあというところで、今回の真の仲間の第11話の感想ですね、こちら終わっておきます。でですね、 今までにも第1話から第10話の感想はですね、それぞれ過去の放送で語ってますんで、よかったら過去の放送も合わせて聞いてみてくださいという話と、今日はですね、他にも3本更新しておりまして、小見さんは小見性ですの第11話の感想と、白い砂のアクアトープの24話の感想、そしてですね、 スカーレットネクサスの25話の感想ですね。この3本更新してますんで、よかったらこっちの3本も合わせて聞いてみてくださいという話と、明日はですね、最果てのパラディンの第9話の感想と、セレクションプロジェクトの11話の感想、そしてですね、異世界食堂2期の11話の感想ですね。この3本更新しますんで、 明日もラジオの方聞きに来てください。というわけで本日2本目のラジオの方終わっておきます。以上、沼さんでした。それじゃあまたね。バイバイ。